アンドクワット黒天使アンドクワット沼沢邪気、黒天使沼沢邪気、黒天使沼沢邪気、1977年6月7日体は、日本のプロレスラー。本名は、福井直樹、福井直樹、旧姓、沼沢、第日本プロレス所属、埼玉県本庄市出身。通称、神様、吉街、元から、 デスマッチがやりたくて大日本プロレスに入団したというほどの大野デスマッチフリーク。中高と柔道部に所属。中学時代に見たプロレス番組でのグレートムタに衝撃を受けてプロレスに興味を持つ。高校卒業後は地元、本庄市の工場に就職するも嫌になって退職。その後は職を転々とするが一年発起して2000年に大日本プロレスに入団した。 2007年8月21日付、東京スポーツ紙面より、第日本のレスラーとして、独特のデスマッチ感を持っており、今では、伊藤隆二と対を成す存在として、名を馳せている。入場時には客席に乱入し、有志鉄線が巻かれた、チェーン層を振り回す。スキンヘッドだが、これはもともと、アブドーラ小林に寝込みを襲われ、髪を剃られてしまったことによってである。 2004年は BJW 認定タッグ王座に輝くなどの実績を残して成長を伺わせた。2005年はデスマッチ7番勝負を行い、最終戦での関本大輔戦で勝利をもぎ取った。またこの7番勝負の第6戦で対戦相手を務めた葛西淳の誘いに乗り、葛西と共に吉街タッグ、045ジャサル吉街 S を結成。 カサイが活動休止に入った後はメイン s オーとのタッグで活躍。2006年はオーとのタッグを解消。カサイが復帰して045ジャサルキチガイ S が活動再開。同年5月5日の大会における BJW 認定デスマッチヘビー級王座挑戦者決定戦港未来デスマッチインアカレンに勝利し6月26日の大会にて 佐々木隆のベルトに挑戦が決定。互いのデスマッチに対する考え方を知りたいと提案したデスマッチダブルプロデュース、蛍光とアンド刑事、アルファデスマッチで対。試合には、敗れたもののマイクアピールで大日本コールと編集泣かせの王、吉イ、コールを巻き起こした。この頃から、自らのモチベーションを高めるために、吉イの神様と言い放ち。 その日来てくれた客を幸せな世界に導くと言い放つ。他、この試合前に黄金の雨を降らせると予告して、中に大量の画鋲が入った蛍光灯束を用意。以来、変形首固め、真意と共に、ここ一番のデスマッチで使われるようになった。その後、伊藤隆二の負傷欠場のため、空位となったデスマッチヘビー級王座をめぐり、 佐々木隆史との構想を再開。12月3日の大会で、1000本を超える蛍光灯を、神殿の柱のように並べた、京神の蛍光神殿デスマッチで対戦するも敗戦。アパッチプロレス軍の2007年6月の大会にて、1日2試合の、ハンデを乗り越えレイオンをジャサルキチガイエスで、ウータク王座をダッシュ、リング上でそのベルトを、デスマッチタウク選手権に解消すると宣言。 その後、8月26日のプロレスサミット、有明大会で、佐々木隆のデスマッチヘビー級王座に挑戦し、勝利。念願の第21代デスマッチヘビー級王座に、輝いた。この年にはさらにアメリカのウエストバージニア州へと、趣、いわイーストコーストの主催による、デスマッチ選手権大会、マスターズ・オブ・ペインの第2回大会に出場。 第一回戦でインサーンレーンを破って、準決勝にまで進出したものの、コークヘイントの有志決戦バンクハウスデスマッチにて、破れ去った。やがて相棒のカサイメインエステオと共にデスマッチスクール、スクールオブデスを開校し、沼沢は共闘として、宮本博史向き、伊佐美、木高伊佐美などを、一人前のデスマッチファイターにするべく育成を任された。 2010年4月の大会では、BJW 認定卓王ジャ決定トーナメントに045、ジャサルキチガイ S で出場し優勝。045、ジャサルキチガイ S としては2回目の王座奪還を達成。2011年1月には、バラモン兄弟に奪われたが、直後の2月に行われたリターンマッチで3度目の奪還を果たした。2014年、若手時代に一度は、 発局した大日本プロレスの35歳の元社員と、再び交際し7月4日に入籍、向こう入りして本名が、福井直樹になる。沼沢やレイヨンジャサルキチガイエースに限らず、日本のデスマッチにおいては極めて危険な、エキサイトシーンに対し、ファンや選手が意見を込めて、キチガイということがあるが、キチガイは、差別用語としても用いられることがあり、放送禁止用語となっている。 このため、中継番組、大日大戦においては、観客の、ガイコールに、修正の P 音の連発がされいた。過去には10連発されたこともある。2006年6月26日の、デスマッチヘビー級選手権以降の放送では、オリジナリティ村長のため、ガイコール時でも、P が被せられない場合が多い。だが2006年7月14日のメイン、夏だ。 デスマッチだ。吉イ祭りにおいては、リングアナの村上健は平気で、アナウンスの際に、吉イ祭りと言っていたのに対し、ナレーターは、クレイジーフェスティバルと言い換えており、テレビ埼玉での放映はピー音が被せられた。なおサムライ TV では2012年現在、観客のコールはそのまま放送している。雑誌や、ウェブなどのメディアにおいては、キチンのように一部を伏せ字にして表記されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。